平野荷物や荷物島南西側の海岸、荷物、前頭左岸よりなる周囲約4キロメートルの島で、千葉県では最も大きな島かつ唯一の有人島である。源の頼朝や日蓮の伝説で知られ、個人所有ではあるが、千葉県指定名称となっているほか、新日本百景にも選ばれている。当主である平野荷物の名にちなみ、この名前になったと言われている。 夏涼しく冬暖かい風光明媚な自然の楽園。金銀バリナスという珍しい植物も見られる。島の南側は荒々しい海岸線が見られ、自然の防波堤の役割も果たしている。代々当主は平野荷門を名乗り、現在の当主が推定で38代目。自称4年、石橋山の戦いに敗れた源頼朝が暗房に逃れた際、平野荷門に助けられ、 この島で、平家軍から一時身を隠し、巻き返しを図ったと言い伝えられる。現在に至るまで、平野にえも一族がこの島を守り伝えている。島の東部には日蓮が朝日を廃したと伝えられる、神楽岩や石橋さんの戦いに敗れた、源頼朝が、野衆を避けて潜伏したとされる洞窟があり、小一位服、女になり大名人が祀られている。しかし、 この伝承は資料に乏しく、あだうち事件と暴走のアワビ漁をよると、花ふ藩の資料に平野家は江戸時代に泉国から太海の地にやってきたという記述があり、事実は判然とせず、あくまでも伝説である。現在の平野家家屋は、宝永元年に建て直されたとされたもので、観光客に公開されている。夏涼しく冬暖かく、 四季を通じて植生が豊かで花が咲き乱れる。特に金銀なすびという珍しい植物をはじめ、磯菊、浜肝臓などの海浜植物、素鉄などの団地性植物も、豊富に見られる。土仙亀岩展望所から見た太市海漁港 JR、内房線太見駅より、徒歩12分、太市海漁港の乗船場より、手漕ぎの渡し船で、約5分、1350円。 中学生1050円、5歳、小学生950円、午前8時半から午後5時まで随時運行。1971年公開の映画、ガメラ大深海怪獣ジグラには、この島が登場するシーンがある。古風な服装をする島民を見て、主人公たちはタイムトラベルをしたと勘違いするが、島民はラジオを傾向しており、島に関する伝承も紹介されている。 ふとには、つ吉春の漫画、ネジ式の舞台となった場所としても有名で、作中の一心に描かれた場所が残されている。AB 千葉県教育委員会、鴨川市教育委員会平成7年11月20日現地看板、あだうち事件と暴走のあわび漁、飯高秀次ひ北総ふるさと文庫2006.9、NHK のフィラー番組、さわやかウィンドウの、 南房総初島散歩に映像が出てくる。ありがとうございます。